11日の午後1時2時ぐらいか、午前中に洗濯して、飯食って洗濯物干してちょっと寝ました。だからちょっとまだね体がだるい。はい、でそして今週は雨なんで、この雨が降るたんびに水が入ってくるというここを成敗してやろうと思います。でそしてかなり重症なんだけれども、前にねシリコンで埋めてもらったところのシリコンがなんか腐ってんだ。で多分あれあのお風呂のなんだろうバスボンドみたいなもんだったから日光に当たって蜂の巣日光に当たって多分あれになってんだよな。あの縮んでるんだわ。だから徐々にあの水が入ってくるようになったんだよね。なのでまあああいうところだよね。まあ多分こういう出っ張ったところを、ドリルの先っちょで、まず破壊をし、そこからあのドリルっていうかねグラインダーとこれらでちょっときれいにして生コン練ってそれから埋めていこうかなって思います。じゃああれっすね、生コン打つ前の下地ですね、それをきれいにするためにちょっと、やっていきますわ。グラインダーで削っていきます。はい、どうも、伊藤です。まあ、この回はですね、とうとう、まあ、とうとうっていうか、まあ、やっとかな、僕を悩ませていた、床下浸水の本当の原因ですね。床下浸水の原因は、この動画の左側に、ソーラーパネルの土地があり、画面中央に、まあ、塀がありまして、で画面右側の僕の家の、まあ、僕が買った家の基礎と、ああでも動画で映ってないね、僕の家の基礎と真ん中、まあちょうど今僕が手で、サンダーかけているところの真ん中ですね。まあちょっと伝わりにくいな。まあとにかくこの家の基礎と真ん中に、U 字ブロックで作られた側溝のようなものがあります。で、ですね、これに関しては昔々この土地周辺ですね、この家と隣の製材所、このソーラーパネルの土地を含めて何年だっけな、昭和31年か、そう昭和30年ぐらいだったかな、そのくらいからしか記録ないんですよ。ここら辺の土地の、なんだっけ、法務局でもらえる、あれ、ちょっと忘れましたけど、あれの土地の概要書を見ると、すべてここら辺は水田だったんですよ。隣の製材所含めて。で、昭和30年ぐらい、35とか34かな、まあ、いつの間にやら、まず僕の土地の隣に製材所ができました。田んぼのど真ん中に、何でか分かりませんが。で、土地が開発され、そうやってなんか新しい建物ができるにつれて区画が変わってきたんですよ。でその変わった区画に対して、あれなんですよね、その水田、田んぼに水を引き込む水路、それももちろん変わってきたんですよ。やっぱり製材所ができたらそこを埋め立てちゃうし、だからその名残ですね、水田に水を引き込んでた水路の名残が
なぜか僕の家とソーラーパネルの間にあるってことですね。はい、まあこの時ね、もうすでに花粉症がマックスでひどいんですよ。特にもう目と鼻が超ひどい状態でしたね。だからもうマスクも普通のマスクじゃなくて、もう防塵マスクじゃないと歩けないんですよ、街中。なんでか分かりませんけど。で、ここはですね、この町は林業で栄えてまして、杉の木がめちゃくちゃ生えてます。生えてるっていうか、まあ、植えられてるのかな。なので、まあ、花粉症持ちにはきついシーズンです。今、話は動画の本題に戻し、ここ、まあ、なんで水が入ってきてしまうかとすれば、その水路の名残があるんですよね。で、去年役場に言ってこれ言ったんですけど、役場の建設課だったかな、そこの人は地図上はないことになってるの一点張りで、話聞かないんですよね。いやだから地図上なくてもさ、お前の目で見に来いやって言ってもね、来ないんよ。それにもう頭に来てます、マジで。だからまあ、とりあえずは地図上ないんだったら何されてもまあ文句言うなよって感じ。だから別にここに何を捨てようが何を放り込もうが文句は言われないってことですよね。だって地図上ないんだから。まあ地図上ないもので実害の被害受けてるんで、まあ僕はこういうことしますね。まあこういうことって言ってもセメントで埋めますね。で、まあほもじゃねえや。そもそもここは、なんでかっていうと、空き家だった時間が長くて、空き家だった時間が長かった時に、多分黄砂かな、なんか砂ぼこりがたまるんですよ、この水路の後に。で、そこに雑草生えちゃったんですよ。杉菜だか水菜かの根っこが強烈なやつ。あれがですね、貫通してるんですね、床下まで。だからその貫通した根っこの穴から水が入るんですよ。だからとりあえずそれを今塞ぐ作業ですね。で、夕立もなんか近頃すごい激しくて、夕立よりかはスコールなんですよ、マジで。ドバーって降ってパッと止むみたいな。で、そうするとこの水路が簡単に水で溢れるんですね。で、この水路の跡っていうのは、やっぱり水の行き場がどっかにあるんだろうけれども、まあそこまで流れが良くないんですよね。で、ちなみに一番、左側にソーラーパネルがあるんですけど、水田のところに物を建てるときは、やっぱり砂利で地盤を固めてから、コンクリートで何だろう、土間コンみたいな感じで土地を固めるんですよ。だからどうしても土地が高くなるんですね。で、隣の製材所もちゃんと地面も土じゃなくてコンクリートを打ってフォークが走りやすいようにしてるから土地高くなってて、ここの僕の家のところだけが土地低いんですよ。だから周りの雨水が僕のところに流れてくるんで、まあこれ以外にも解決しなくちゃいけないことは絶対ありますね。はい、一応ざっとサンダーをかけ終わってます。いやーでもね、ここ怖いよね。この穴何なんだろう。ちょっとな、もうちょいほうきがけして、まあもうカラス口のバケツにコンクリートを作る、セメントっていうかコンクリートを作るんで、まあそれをバーッとかけていく感じですね。もうそれでやっていくしかないっす。まあ時間が遅いっていうのもあるんだけど、まあしゃあない。まあしゃあないわ。なんで、まあ、練ってきます。はい、まあコンクリートをセメントを入れてるときには、そのセメントを入れてることの解説をしなかったんですけど、まあ足りないですね。足りなかったっす。で、何が足りないかっつったら、セメントの量自体じゃなくて、亀裂に対して、今セメントをちょっと水っぽいくらいの比率で入れてるんですけど、いやーセメントの中に、いや違う違う、
亀裂の中にセメントがもうほんと吸い込まれていくんですよ。それくらい水が浸食をしてるってことなんですよね。はい。それが怖い。それが怖いっすよ。だって、未だに床下の地面乾いてないから、液浄化現象とは言いませんけど、それに近いぐらい、束石が沈むくらいに水やっこいっす飲んでいいね。かな。ちょっとまあ緩めで最初はやってみます。なんでかっていうと、その穴の中に流し込むようなイメージでやりたいんで、それとあとはできるだけ、まあ、水の割合が多いとちょっともろくはなっちゃうけど、そうだな、どっちかっていうともうちょい流し込んで中でも固めたいよね。中で溢れさせて固めるみたいなイメージがいいよね。それでもまあいいか。まあこんな感じで。はい。ちょっと生コン緩めでやってます。まあメインはここの溝。まあここの溝に、まあ、染み込むように穴にまず入っていってほしいかなって感じです。で、まあ、まず打ち水を適度にして、まずここの穴から穴のところにちゃちゃっと注いでみます。まあそうですね、亀裂が思った以上に深くて、水っぽいセメント、まあこれコンクリートだったかな、モルタルだったかな、忘れたけど、入っていっちゃうんですよ。まあ多分水っぽすぎて入っていってるのかなって思うけど、そんな水っぽいほど水入れてないんですよね。だからどんどん亀裂に入ってっちゃう、このコンクリが怖かったですね、逆に。はい、結構ね、足りてないわ。ちょっとあそここぼれたのが痛いけど、まあ、ちょっと追加で作ります。まあ、追加で作る。はい、待って、マジで20キロ塗り終わったんだけど、いやー、待ったね、20キロ。で、まあ、こっからここまでだね。で、正直な話、もっとね、木を置くところは細くていいよ。ちょっとね、太くやりすぎた。ので、もう一本こんな感じの廃材を、まあ、何本も何本もこだーっと置いて、それなりに細い感覚で、こちゃーっと入れていったらいいのかなって感じです。なので、はい、じゃあちょっと、まあ、あと5体ぐらいで足りると思うんだよな。1体で大体、約2メートル。なので、まあ、5体ぐらいだよね。